広島市教育委員会は、小学校で使う平和教材にこれまで採用していた裸足の弦を削除することを決めました。県民はさまざまな反応を見せています。子どもの頃、これで原爆の恐ろしさを学んだという方も多い裸足の弦、実は市の平和教材から削除されることが決まりました。被爆直後の広島でたくましく生きる少年の姿を描いた漫画裸足の弦。原爆の残酷さや家族の大切さを伝えるため、広島市教委が小学3年生向けの平和教材に2013年度から採用していました。しかし、栄養不足の母親に食べさせようと鯉を盗む場面などについて、大学教授らが参加する検討会議で、誤解を与える恐れがある、ストーリーの背景を説明する時間が追加で必要などと指摘。また、漫画の一部切り取りでは被爆の実相に迫りにくいとして、来年度からは原爆で一瞬にして家族を失った被爆者の体験に差し替えることになりました。広島市で行っている平和教育、45分の授業の中で子どもたちに何を身につけさせるかということで、ふさわしい教材という視点で差し替えを考えたものですので、裸足の弦自体を全く否定するようなことではございません。子どもたちの平和教材からなくなるという裸足の弦、町の人たちはどう受け止めたのでしょうか。それを読んだことによって、その実際戦争って本当ね、怖かったんだなみたいなのは小学校の時に思いました。なくなるのはちょっとね、どうなのかな。寂しいような気がしますね。でもミオって裸足の弦怖かったイメージがすごいあるから、戦争は学ばにゃいけんけど、あれは見たくないみたいなのがあった、ちっちゃい頃。ここはね、原爆落ちたから、一応そういうものは残した方が、まあ子どものためにも将来のためにも置いとった方がいいんじゃないか。2012年に亡くなった作者中澤啓治さんの妻は、広島市の教育委員会からこう事前に連絡とかっていうのは全然ないです。全然なかったです。原爆の残酷さ、参加というのは、大会というのは、やっぱりあんなの見てもらいたいですね。